ジョン・ホルトは、イングランドの法律家であり、1689年4月17日から、死没するまで、イングランド・ウェールズ高等法院主席判事を務めた。イングランドにおける、魔女狩りの集結にあたり主要な役割を担ったことで、知られる。ホルトは、バークシャーのアビンドンで、町の会員議員、トーマス・ホルトと、同じくバークシャーにある、チーブリー村のジョン・ピーコックの娘スーザンの息子として、 生まれた。彼は、アビンドンスクール、グレー放送委員及び、オリオールカレッジで教育を受けた。1702年、ホルトは、サフォークにある、レッドグレイブマナーを購入した。そこは、ベーコン巡弾尺家の屋敷だったが、五代目巡弾尺、ロバート・ベーコンは負債により、辞書を売却せざるを得なかった。ボドリアン図書館に保管されている一通の手紙には、巧妙な医師のラドクリフ氏は、 ホルト首席判事の妻の命を懸命に救おうとした。彼は妻の死を願っている夫の面宛てに付き添っていたと書かれている。ジョン・ホルトの姉妹スーザンはタバコ貿易商であり、ロンドン市長であるリチャード・レベットの兄弟で合詞のフランシス・レベットと結婚した。ホルトの父、トーマス・ホルト卿は世襲の小さな辞書を所有していたが、収入を補うため法律業を始めた。 あまり成功したとは言えないものの、1677年、上級法廷弁護士に任命され、トーリー党への政治的な貢献により、ナイトに除せられた。トーマス・ホールト教の父、ローランド・ホールトは、おそらく1635年1月にクラーケンウェル、フィールズで強盗に殺害された商人ローランド・ホールトと同一人物である。その事件は当時バラットや新聞で大いに周知されていた。 父がレコーダーをしていた、アビンドンの自由学校に数年在籍した後、若いホルトは16歳でオリオールカレッジに入った。彼によれば若い頃は放刀三昧だったと言い,い、行動で落ちている財布を拾って、歩くのを習慣にしていたほどだったが、1660年頃、グレー放送院に入学すると、称賛すべき努力で法律の研究に専念し、1663年に、 放送会に入った。市民と宗教の自由を支持するホルトは、州のトライアルで被告の単願を支持するやり方で、自身を際立たせた。1685年、内市1686年、ホルトは、レコーダーオブロンドンに任命されるなど、ほぼ同時に、国王の顧問上級法廷弁護士になり、ナイトに除された。王の平和時に、 戒厳令を発動するという野望に反する決定をしたことで、ホルトはレコーダーを罷免されるに至ったが、被告人の弁護士になることがないように国王の顧問、上級法廷弁護士の役職にとどまらされた。仮国会で貴族の査定人として働いた判事の一人であったため、ホルトは玉座についたウィリアム賛成による憲法改正に主導的な役割を果たし、 後に大座部のイングランド・ウェールズ高等法院主席判事に就任した。彼は議会に対して自身の権利を維持する不当不屈の人物として最もよく知られている。ホイック等に賛同していたが、ホルトは大座部の政治的普遍性を維持し、政治的な陰謀から距離を置いた。1七百年にサマーズが大法官の座を退いた時、国しか文書により公認の依頼を受けたが、 ホルトは辞退した。1710年5月にホルトは、ロンドンで亡くなり、レッドグレーブ協会の内陣に埋葬された。詳細は、ジョン・ホルトの担当事件を参照。リポーツ・オブ・ケーシーズ・ディターミンド・バイ・サー・ジョン・ホルト、アピアード・アットロンドン・イン・セン・ナ・ハク・サジョン・パティ・アンド・アザーズ、プリンテッド・フロム・オリジナル・ MSS、アットロンドン・ C バネット、 S.O.U.N.Times, Tucker, No.14, A.Life, Published in 1764, Wellsby, Lives of Eminent English Judges, of the Seventeen and Eighteent Centuries, Campbell, S.Lives of the Lord Chief Justices, and Hoss, Lives of the Judges, 翻訳に際し、イングランドの司法機関の固有名詞を確認するため、以下を参照した。ありがとうございます。